いつもはですね、読売新聞の中の人をゲストに招いてこの番組をやっているんですけども、今回はですね、初めて読売新聞の外の人を招いて番組をお届けします。本日のゲストはこの方たちです。読売新聞ポッドキャスト。新聞記者、ここだけの話。改めまして、こんにちは。読売新聞ポッドキャスト、新聞記者、ここだけの話、番組ナビゲーターの山根です。というわけで、早速、お呼びします。大人気 YouTube 番組、山田五郎大人の教養講座より、和田さんと島崎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はじめましてですね。僕らがその社外初でいいのかっていうのがあるんですけど。びっくりしました。テレビ局の制作会社、東販企画から。はい、いやもう光栄なんですけど、ちょっと恐れ多い感じ。緊張します。ですね、まあリスナーの方々ですね、山田五郎の大人の教養講座をご覧になって知っている方は多いと思うんですけれども、島崎さん、こちらの番組はどういった番組なんですか？はい、美術の番組なんですけれども、入り口として美術の素朴な疑問、名画の素朴な疑問からスタートしまして、で山田五郎さんが主役なんですけども、山田五郎さんにその素朴な疑問を分かりやすく解説していただくという、で、入り口はだいぶ素朴、ハードル低いんですけども、だんだん五郎さんの豊富な知識とですね、巧みなトークでなんていうか教養の深みにはまっていっていただくという感じになっております、うん、そうですね、はい、いや僕も見てるんですよ。もう結構最初の頃から見ててですね、ありがとうございます、はい、毎週楽しみに見ています。ちなみにお二人はメディアへのその露出っていうのは過去にあったんですか？初めてですか？初めてですね。ということはこのリスナーの人たちは初めてですね。僕らもさか僕らが取材されるとはっていう感じだったので、いつもはねイラストでしか拝見できないので、はい、役読で初めて あのイラスト和田がいつも描いてくれてるんですけど、はい、似顔絵以外の写真とか出せないものとかも和田が描いてくれたりしてるんですけど、うん、どうですか、山根さんから見てあのイラストは似てますかね？あ、似てると思いますよ、はい。まあ、ちょっと今日ねマスクをされてるのでなかなかあれなんですけども、はい、まあ、こういうとちょっと上から目線ですけども、最初の頃に比べて和田さんのその画力が上がってきてるよなっていうふうに思うんですけども、なんか言われません？あ、言われます。でも下手にしてほしいって言われますなんかいっぱい描いてるとどうしてもなんか、うん、良くなってきてるみたいで、まあ、自分では分かんないんですけど、うんうん、もうちょっと下手に五郎さんもちょっと残念がってるんですよ、和田の画力が上がってきてることに。あ、そうですよね、はい、事前に今日はこの配信ですみたいな絵を描いてですね、ツイッターとかで投稿されてるじゃないですか、はい、もうすぐ分かりますもんね、なんか絵が上手だから。嬉しいで、こちらの番組なんですけれども、誕生の経緯、これはどうしてこの番組スタートしたんですか？これ実は和田の発案でして。あ、そうなんですか。はい、まあ制作会社でも YouTube ってまだそれほどやってなかった時期ではあるんですけど、はい、まあ、当番企画としてちょっとそういうのやってみたいなというのはまあ社員から出てまして、でその中でちょっと和田が山田五郎さんとブラブラ美術博物館という、はい、BS 日テレの番組でも、まあ、お世話になってるっていうのがありまして、うん、で五郎さんを、出演者にメインにした番組をちょっと考えないかっていうふうになりまして、はい、で和田がちょっと変わった企画を出してくれてですね、はい、うん、で今日その1回目の企画書を持ってきたんです。あ、そうなんですか。あ、ちょっと企画書、ちょっとどういう企画書なんですか？ちょっと、はい、かいつまんで教えてもらってもいいですか？最初その五郎さんが美術がすごい、うん、お好きだしおしゃべりが上手っていうのは分かっていたんですけれども、はい、その大島渚というバンドでギタリストをしてるっていうのを、うん、恐縮ながら知らなくて。あ、そうなんですか。いや僕も知らなそうなんですよ、五郎さんギターもやられて、はいはい、はい、まあ番組の中でもね最初の頃も初期の頃ですけど、はい、何曲か、ね、歌ってらっしゃいましたもんね、はい、はい、
なのでその美術とギターをこの連動させたというか企画を考えまして、はい、でその絵を発表してその絵についての説明を歌詞にしてギターで歌ってもらうっていうのを、うん、考えたんですけど、だからなんですね。最初の頃歌を歌ってたのは、そう、実はあの企画は和田 の発案したものが元になっていて、はい、なんかその名残があの歌で出てるんですけど、ああそうなんですか、はい、もう今やね、あの歌がなくなってしまいましたけど、はい、幻の幻のね。いやでも結構僕あの歌好きだったんですよ、うん、特にあいみょんの猫の替え歌、はい、ムンクの時にされてましたけど、はい、あれすごく良かったですよ ね、 いいですよね、うん、スタッフもめちゃくちゃ五郎さんすごいってなったんですけど、うん、まあ、再生数が伸びなかったのと五郎さんはこれよっぽど大変らしいんですよあれって、あ作るのが、はい、うん、それで今ちょっとお休みしているんですけど、あそうなんですね、はい、すいませんちょっと話の腰を折ってしまいまして、はい、はい、で、はい、でもそれで弾き語りをしてもらって、うん、終わりっていう企画を考えたんですけれども、うん、それはなかなか大変だっていうことになって、うん、で今の形になんか話し合って落ち着きまして、うん、スタートしたっていう感じです。あそうなんです。五郎さんそのまあね、曲作ってっていうのも大変でしょうけども、今のその番組形態でもかなり調べ込んでされてますよね。五郎さん自身もたまにねぼやいてたりしますけども、はい、結構五郎さん大変なんじゃないですか。絶対に大変です。五郎さん一度、まあ、もちろんご自身の知識があるんでそれが元にはなってるんですけど、それを全部調べ直したり、うん、あるいはなんかやっぱり五郎さんの当時の知識がまた現代のいろんな人の研究でアップデートされてるものがあるようで、うん、あそうでしょうね、はい、うん、それを全部調べ直されてるんでもう相当大変なんですけど、で僕らはそれちょっとなかなか手伝えないんで、うん、もう専門的すぎて、うん、だからもうそこら辺はもう五郎さんにお任せという感じになってしまってますけど、あ、ね、まあ、五郎さんの書斎のね写真がたまにこう写ったりしますけども、はい、すごいなんか今にも崩れ落ちそうな本の山ですもんね。そうなんです、うん、一緒に片付けてほしいとお願いされている。いやいやもう一緒に片付けた方がいいんじゃないですかね。、はい、もう僕も手伝い行きますよ。で、まあ、結構五郎さんも苦労してされてると、でもまあそれに応える形で当伴企画の皆さんも番組に作り込まれてるなっていうふうに思うんですけども、 YouTube の番組、そうですね、うん、あれ結構和田さんがされ誰が編集されてるんですか。編集は、一応チームを組んでいて、うん、そのチームの何人ぐらい、 10人はいないですけど5人くらいでローテーション組んで編集しているという感じです。ああそうなんですね。僕もあれを見て最近の若者言葉ってこういうのがあるんだっていうのを知るっていうのがあって、結構ね検索したりして、あこういう時に使うんだって、はい、実は結構若手のスタッフに編集はしてもらおうというのがありまして、うん、でその子たちの、まあ、個性もちょっとうっすら出すっていうのもちょっとテーマとしてあってですね、うんうん、なんでちょっとツッコミのテロップですとか、まあ、いろんな言葉の選び方とか編集の仕方っていうのはまあ、派手になりすぎない程度には自由にやってもらってるっていう感じです、うん、いやだから面白いなって思って、僕は全然美術に関しての知識や教養っていうのがないので、それこそ和田さんと同じぐらいの目線でですね五郎さんの話聞いてるんですけども、はい、すごくこう身近になんかその当時の画家さんとかの生活とかそういったこともなんか分かりますよね、はい、なんか番組でこの紹介する、まあ、その絵画っていうのはどういうふうに決めてるんですか。僕とか和田とかで話し合ってこんな絵紹介しようかとか、和田ももう知ってる絵が減ってきちゃったんで、もう有名な和田の中で有名な絵っていうのが減ってきちゃったんで、うん、和田も自分で面白い絵とか気になる絵を調べてくれて、うん、あじゃあこれ聞いてみようかとかで五郎さんにそれを投げて、うん、あじゃあこれで説明できるよとか、あまりにもなんか単純な疑問だと、うん、いやこれちょっと5分で終わっちゃうなとかってのはやめたりするんですけど、うん、まあそう言って決めてますね、うん、もう第1回は
モナリザでしたよね、うん、はい、それも和田さんだったんですか、うん、そうですね、うん、基本もう最初の頃はもう、まあ、大体みんな知ってるものしか私も知らないので、うん、あのそれでやっていただいてたんですけど、もう最近はもうないですってなっちゃうんでもう調べたりとか、うん、なんか過去五郎さんがブラブラで紹介していたのの中で気になるのとか、うん、をお願いしています、うんうんうん、それこそあの、ね、あの番組の中で結構有名になりましたけど、あのもうナポレオンですよね、はい、数々出てくるナポレオンの絵がですね、はい、あとそうやって和田が知ってる絵が減ってきたことで、うん、あのピエロ・デラ・フランチェスカってあのキリストのムチ打ちの絵があるんですけど、はい、あれなんか全然あの知らない絵だと思うんですけど、うんうん、あれ、奥で、キリストがムチ打ちされてて、手前に大きく3人いて、その3人がなんか、ね、よく分かんないっていうような疑問で始めたんですけど、うん、なんか3人が話をしているような絵でしたよね。あれなんかは実は初め五郎さんにこれを疑問でいきたいって言ったら、いやこれはちょっともうすぐ話終わっちゃうんじゃないかってなったんですけど、うん、調べていただいたら、あれ結構意外な面白い技術が分かってきたっていうので、やっていただいた回で、うん、そういうなんか五郎さんに新しい発見をあの、ね、こちらから、提示できた、する回もあるんで、うんうん、そういうのはやりがいありますよね。でもじゃあ今後のそのテーマ設定って結構大変なんじゃないですか、和田さん。そうですね、うん、もうどれだけ疑問を出せるかと五郎さんが解説できるものがあるかっていう戦いになってきます、うん、お二人にとってあの、まあ、再三出てきてますけども、まあ、五郎さん、山田五郎さんっていうのはどういった方なんですか。まあ、私はその最初番組でご一緒してた時から。番組っていうのはあのあブラブラ BS 日テレの、はいはい、忍術博物館でご一緒してた時から、うん、あの優しい方ではあったんですけど、うん、一緒に YouTube やるようになってから、まあ、そのもちろんとっても優しいんですけど、うん、まあ、私の不適応というかなんかあれなんかあのまあお叱りというか、うん、まあ厳しい言葉も受けたりもしたんですけど、本当にそうしてもそれでも優しく接してくれるなんか近所のおじいちゃんみたいななんか小さい時に隣に住んでたおじいちゃんみたいだなって思ってます、うんうん、ああそうなんですね、はい、まあ確かに和田さんの年齢からすると五郎さん今63かな、はい、まあおじいちゃんギリギリでも本当に収録の合間とかも気さくな方で、うん、あの美術以外の時事ネタとかを五郎さんがちょっと知識を僕らに分けてくれたり、うんうん、なんていうんですかね、実はこうなんだよみたいな話ですとか、うんうん、あとは和田が野球好きなんですけど、あ、そうなんですか。五郎さんも、うん、タイガースファンで、はい、そのお話を、ね、結構盛り上がってしてたりとか、はい、もう楽しい収録ですね。あ、そうなんですね、はい、ちなみに和田さんは野球よく見に行ったりするんですか。あ、行きますね。あ、そうですか。どこに見に行くんですか。はい、神宮です。ヤクルトスワローズが好きなので、はい、神宮に行きます。なるほど、はい、すいません、読みすいません。あ、でもヤクルト調子いいじゃないですか。あ、今年もね。そうなんですよ、うん、あの五郎さんにちょっと村上どうにかしろみたいなよく言われます。そうね。で、ちょっと番組制作のちょっと裏話みたいなのも伺っていきたいんですけども、制作に関してですね、なんかもう苦労したこととか、なんかそういったことっていうのは何かありますか。これかなり一般の方聞いてもあんまり面白くないかもしれないんですけど、はい、あのテレビの制作っていうのは、まあ、山根さんとかご存知だと思うんですけど、スポンサーさんがテレビ局に CM を出してくれて、うん、でそのお金を番組に局が割り振ってくれて予算ができるっていうシステムじゃないですか。そうですね、まあ、民放テレビ局の場合はそういうシステムですね、はいはい、だけど YouTube って全然それ
形が違ってですね、うん、初め作るときはお金はもうゼロの状態から、そうですよね、はい、もちろん始まって、うん、で、まあ、五郎さんにギャラっていうのも、まあ、どうすんだっていうことじゃないですか、僕らが作るっていう風になると、うん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 、でそこから始まって、もちろん和田とか編集してくれてるスタッフにもお金をどうするんだとか、うん、もうなんていうか作る前の段階で結構会社内でどうしようっていうのはあってですね、はい、でもそれでも始めないと新しくできないからどうにかやろうっていうので、で割と3ヶ月ぐらいで収益化にはとりあえずなれるのかなみたいな風になったんで、なんとか出たんですけど、はい、でも初めはこの形でどこまでいけんだろうなっていうのは、うん、僕ら結構不安に思いながらやってはいたんですけど、あ、そうなんですか。僕も実は見ていて、はい、まあ、例えばたまにですねライブで配信とかされてるじゃないですか、はい、であのスパチャ、はい、まあ、いわゆる、まあ、投げ銭ですよね、はい、投げ銭とかをいただいて、はい、視聴者の方からですね、ただそういうのも全て公開してますよね、はい、で、まあ、公開した上で、まあ、版権が残っている絵のですね、はい、あの使用権みたいなのでそのお金を使っていくみたいな形で、一体これはどこからお金の収入を得てどうやって出演者とかその制作のお金を割り振ってってるんだろうっていうのは不思議にずっと思ってたんですけども、はい、意外や意外、頑張ってますよ、あ、はい、いけちゃう、はい、いけちゃう、いけちゃうっていうか、うん、わかんないです、どうなる、これからどうしようかっていうのもありますよね、うん、なんていうか本数を増やせば増やすほど、うん、スタッフも増やさなきゃいけなくなりますし、どうでしょうね、まあなんとか今なってるっていう感じですね。ああ、そうなんですか。どうしても、まあ、テレビ番組の制作っていうと、まあ、結構大きな、はい、お金が動いているっていう印象があるんですけども、はい、まあ、YouTube は非常に、まあ、ミニマムな、それこそね、はい、五郎さんのあれご自宅ですよね、はい、まあ、ご自宅で収録していて、それでも結構スタッフさんの情熱とか五郎さんの情熱とかに支えられてる部分はあるんだろうな、うん、ありますね、うん、特に五郎さんにはかなり、ね、下調べ含めて頑張っていただいてるんで、うん、まあ、やっぱりファンの方、五郎ワーズの皆さんからのコメントとか、うん、まあ、それこそ山根さんにしろ、うん、同じ業界の方たちからの応援とかですね、うん、まあ、そういうので頑張れてるっていうのはあるのかなと、うん、今ちょっとゴロワーズで出ましたけども、ゴロワーズというのが、はい、まあ、ファンの人たちの総称をゴロワーズというふうにおっしゃってるんですよね、はい、うん、でもどうですか、ゴロさんはその、まあね、番組を見ていると、まあ、ぼやきながらやってますけども、結構楽しみながらやってるんじゃないかなっていうふうには見えはするんですけども、あ、僕もきっとそうだと信じて一緒にやってます結構我々がその始め、番組の入りは、うん、和田を中心としたスタッフからの素朴な疑問からスタートしてるんですけど、うん、はい、まあ、それを五郎さんに投げると、そこを答えるだけじゃなくて、うん、膨らませてその画家さんの人生ですとか、まあ、実は同じ時期にこういうことがあってとか、だいぶ膨らませていただけるんで、そういうの五郎さんの、まあ、情熱がないとできないと思うんですよ、うん、ただ答えるだけじゃなくていろいろ広げていただけるっていうのは、だからそう僕も信じてますけどね、五郎さんもやる気になっていただけてるという、うんうん、はい、それこそ和田さんに教える五郎さんの姿がですね、本当に孫になんかこう美術の楽しさを教えているおじいちゃんのように見える時がたまにありますもんね、うんうん、お二人にとって、まあ、おすすめの配信会とかですね、思い出深い配信会のことを伺いたいんですけども、まあ、ちょっと和田さんに伺ってみようと思うんですけれども、和田さんは思い出深い配信会みたいなのってありますか？私はなんかバジールがバジールバジール意外な感ちょっと待ってくださいよ、ちょっとバジールはバジールってどういうやつでしたっけ、最近？いや、そんなに最近じゃないですね。印象派の仲間に、はい、あ、はいはい、すごい優しい、優しい、優しい、はい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 、なんかお金も、そうです、お金持ちの方で絵も描くんですけど、援助をして陰で支えてくれていたという、うんうん、なんでこのバジールの会なんですか？
この YouTube だと本当になんて言うんですかね、はい、やばい人とかなんか性格がとんでもない人とかがすごい多く出てくると思うんですけど、まあそうですね、まあその有名な画家さんもね、まあ、結構一癖二癖ある人が多いですものね、はいはい、その中でもなんか話聞いててうわーってなるくらい、うん、いい人、唯一レベルのいい人だの話だったので、うん、なんかこういう方もいるんだなと思って確かに現代でもなんか画家さんってちょっとエキセントリックというかイメージがあるもんね、うんはい、まあ、そうじゃないんだよ という一例としてね、うん、そうですなるほどね、はい、確かに確かに、うん、すごいサポート、印象派のねグループの人たちをサポートしてこう支えてあげてた人っていうようなお話でしたよ、はい、そうです、うん、なんかマネが描いてあげ本当は絵の中にいなかったバジールを後から描き足してあげたみたいなのとかも、うんうん、すごい友情を感じるなと思って、うんうん、それくらいなんかあんまりそんなことないじゃないですか、絵に描き足してあげるなんて、うんうんうん、素晴らしいなと思ってなるほどですね。じゃあ島崎さんは。僕はですね、さっきのちょっと制作の大変さっていうのにもつながるんですけど、うん、和田はですね、コラではなかったんですけど急遽お休みになった回がありましたよね、うんうん、はい、それが初めあったのが、ルソーの回だったんですけど、ねはい、うん、あの日はもうまだ初期だったのもあって、うん、スタッフ僕しかいなかったんですよ他に。そうでしたね、そうなんですよ、それもちょっと大変だったところなんですけど、で五郎さんといきなりマンツーマンで、うん、カメラとか照明とか準備しつつの、うん、だったんで、それも大変で覚えてるっていうのもあるんですけど、うん、ルソーって僕全然存在だけは知っていたんですけど、うん、どんな画家だったか知らない段階で五郎さんにお話聞いて、はい、で後になればなるほど、うん、美術界にこんな貢献というか影響を与えた画家だったんだっていうのを知ってですね、うんうん、あ、めちゃくちゃ大事な回だったんだっていうのを後から気づいて、うん、それで僕は一番好きな回になってますね。そうですか、はい、まあ、確かにルソーってねピカソにも影響を与えたっていう話もありましたもんね、はい、僕も実はこのアンリ・ルソーの回がですね、はい、一番好きで、おで見に行きました。お、はい、アンデパンダンテに参加するよう芸術家たちを導く、はい、自分が、はい、あれをですね生で、はい、見に行きました。毎日新聞の横にある東京国立近代美術館ですね、はい、多分ゴールデンウィークとかあの辺りだったと思うんですけども、はい、見に行ったんですよ常設展で、はい、でルソーの絵の横にあったのが原田直次郎の気流観音が並んで展示されててですね、ついにこ の大人の教養講座の影響力は国立美術館まで動かすようになったんだなって思ってもうすごいびっくりしたんですよその時、うん、そうなんですかね、チャンネルの影響なんですかね。じゃないんですか隣同士に飾られてましたからね、なんか嬉しいですね、はい、お客さんもですね多くて、あそこの美術館は写真撮影もできるので皆さん結構写真とか撮っててですね、はい、結構人多かったですね、はい、で僕もあこれかって思いながらそれこそこの大人の教養講座を見てそのルソーっていう人を知ったんですけども、はい、結構僕もファンになりましたルソーは、ね、なりますよね、うん、下手っちゃ下手ですよね、はい、セザンヌの回とかね、はい、あいいですね、はい、好きでした。なんかちょっとこう間の抜けた陶器な感じの画家さんっていうのはなんかこういいなと思って、はい、シンパシーをなんか感じちゃうところはありましたよね。あとなんかダメでもいいのかなっていうダメでもなんか認められたり、あと自信を持っていれば成功につながるっていう、うん、ちょっと勇気づけられますよね。そうですよね、ルソーもセザンヌもそんなところはありましたよね、はい、うん、まあ、YouTube に挑戦して良かったことみたいなのっていうのはお二人ありますか。やっぱりテレビと違ってすぐ視聴者の皆さんの声が見れるっていうのは、うん、はなんていうんですかね、参考にもなりますし嬉しいものではあるなと思っています、うんうんうん、今までそんなに一般人としても当たり前に生きてきてるので、うんうん、なんか和田ちゃんなんか
頑張ってとか、うん、面白いとか言ってもらえるのはとても励みになるし、うん、その番組に対していろんなコメントをくださっているのをもうすぐ見て、もうなんならあのコメント返すこともできるっていうのは楽しいなって思います。島崎さんは？ですね、その和田の感想にも通じるんですけど、うん、ゴロワーズの皆さんがもうとてもレベルが高くてですね、うんうん、あの五郎さんもちろん下調べしっかりやっていただいてるんですけど、それでもやっぱり情報が高度なだけあって間違ってしまうこともやっぱりありまして、で僕らもあのテロップであの失敗したりしたこともあるんですけど、そこ訂正がコメントでいただけるっていうのがあってですね、うんうん、でそれでさらに勉強になりますし、あと訂正じゃなくても例えば五郎さんでもこれは判断が分かれるっていう解釈どうしたらいいんだっていうのもたくさんあるんです、うん、はい、でそういうものを私はこう思うっていうのをしっかりコメントで意見いただけたりするのって、うん、もうめちゃくちゃいいなと。テレビだともうちょっとこっちであの届けたいことを出すだけになっちゃうんですけど、うん、それ以上の解釈とか考察とかっていうのはコメントでいただけて、だから動画だけじゃなくてコメント含めて完成するなっていうのは僕はすごい思うんで、うん、だから皆さんにもコメント含めて見ていただきたいなと思ってます、うん、はい、僕もお二人と同じようにね、あの、まあ、新聞記者もやってたので、まあ、そういったまあコンテンツ作る側なんですけども、どうしてもこっちから、まあ、言葉悪いですけど投げっぱなしみたいなところがあって、はい、まあ、お互いのこのコミュニケーションというか、まあ、そういったところがなかなかこれまでどうやってやればいいのかっていうのがですね、まあ、苦労してたことは多いんですけども、はい、例えばまあ、ね、YouTube にしても、まあ、これ今ポッドキャストですけども、まあ、そういった感じで視聴者リスナーの方とコミュニケーションが比較的以前に比べると容易になってるっていうのが、まあ、いいなって思いますよね、はい、うん、和田さんいただいたそのご意見でなんかこう嬉しかった意見とか、なんかそういったことっていうのはありますか？すごい細かいところを見てくださってるって思うのが、はい、なんか私のネイルとかイヤリングを可愛いって言ってくださる方とかいて、よ、なんかすごいなと。あ、なるほど。最初のね、番組の冒頭にこう絵をね差し出したりするときに、はい、まあ、手とかがちらっと映ったりしますもんね、あの後ろの姿がですね、はいはい、1秒足らずなんですけどね、うん、皆さんすごい観察力が。五郎さんも、まあ、いろんなところに、まあ、五郎さん自身もロケに行ったりすると思うんですけども、はい、YouTube 見てますよとか声かけられることとかって多分多いんじゃないですか、ね、あるみたいです、はい、うん、同じ美術関係の方とか、うん、名前は出せないですけどアーティストの方とかも見てる応援してくるっていう風に声かけてくださる方がいるみたいで、五郎、うん、さんもきっとやる気になってると思います、うん、そういう言葉聞いて、まあね、最初の頃の配信に比べてその番組の尺もですね徐々に長くなってきているんでですね、はい、五郎さんのこう気合とやる気がですね、はい、なんかこう伝わってきますよ、ね、ありがとうございます番組を通じて、まあ、発信したいこととか、まあ、伝えたいこと、まあ、どういったことを、まあ、発信したい伝えていきたいっていうふうにお二人は思いながら番組を制作されてるんですか？五郎さんのお話の面白さって私思うに美術だけじゃないなと思ってまして、もう入り口は僕らからのハードルを低くやりましょうっていうふうにはしてるんですけど、だんだんそれが当時の時代背景ですとか宗教ですとか、まあ、そういうところからさらに現代にも当てはまるよっていう話になったりですね、教訓につながってるっていうのはすごい面白いなと思いまして、なんていうか和田が知識結構ないっていうのはネタにもなってるんですけど、うん、それって割と現代人はありがちというか、うん、今知識って調べればすぐ出てくるじゃないですか、うんうん、ネットとかで。まあそうですよね。ですよね。うん、で若者からしたらもういや調べればいいじゃんっていう感じになってると思うんです、うん、だからその調べた知識をどう利用するかみたいなのがめっちゃ今重要かなと思ってまして、うんうん、それをなんか自分に当てはめるとか
あの一般化するとか、まあ、教訓にするっていうのが大事かなと思っててですね。で、五郎さんってそれを自然にやってらっしゃる方で、うんうん、あのいろんな画家さんの人生とかを、じゃあ今の現代だったらどうなんだって、実は同じだよねみたいなことにつながるんで、そういうところをあの面白がって皆さんにも見ていただきたいなっていうのがありますし、うんうん、コメントで批判の意見いただけるのめちゃくちゃ嬉しくて、なんというか YouTube って僕悪いところで、うん、見ない人はもう見なくなるから、うん、だんだんもう信者の方だけしか残んないみたいな風になりがちだと思うんですよ、うんうん、美術じゃなくて普通 の, あの面白い YouTuber さんとかにしたって、もう批判意見ってだんだん消えてくと思うんです、うん、で僕らちゃんと今もいただけるてたり訂正していただいたりって、うん、めちゃくちゃ貴重だなと僕は思ってまして、うん、だからそうやってなんていうか五郎さんが正しいんだっていうんじゃなくて、いやでもこういうこともあるよねとか、いや間違ってるよねって言っていただきたいっていう、じゃあその応援の意見も欲しいし、はい、もう批判の意見も欲しいんだ、はい、どんどんしていただきたい、うんうん、と思ってます。確かあの番組の初期の頃は番組の一番最後にちょっと五郎さんが、まあ、今回の教訓はみたいなこともおっしゃってましたよね、はいはい、うん、だから知識にとどめずに僕らもそうしようとしてるんですけど、なんていうか自分の場合はどうだろうっていうふうに考えていただくとより面白い番組なんじゃないかなと、うんうん、和田さんはいかがですか、なんか発信したいこと伝えたいことみたいなのっていうのは。私は、うん、あの分からないことを分からないってちゃんと言うのは大事だなっていうのを伝えたくて、うん、そうですよねでもそれってなかなかできないんですよね。いや僕もそうした方がいいとは思っているんですけども、うん、できないことが結構多くてですね、うん、なんかそういう意味では和田さんすごいですよ、うん、ありがとうございます。なんか分からないことをそのままなんかに流しちゃうと、うん、マグロさんの話も分からないままになっちゃうし、うん、普段の生活でも、まあ、なんかやっぱり AD の仕事もその分からないままはいはいみたいな感じでやってたら大変なことになっちゃうんでなんかそれが大事なんじゃないかなと思います、うん、なるほどね、はい、うん、まあこれもちょっと偉そうな言い方になっちゃいますけども、和田さんも最初の頃に比べるとだいぶあの美術の知識が増えてきたなって思うんですよ、うん、たまにあの五郎さんがこう振った時にですね、あこの絵はみたいな感じで番組で紹介されてない別の画家さんであったりその絵のこととか話もされてたりするので、和田さんもだいぶやっぱりこの1年半ぐらいでちょっとずつほんのちょっとずつ。そうですか、もう結構急速になんかこう吸収しているような感じはありますけどね。本当ですか、はい、編集でそう見せていただいてるだけかも。ここからはですね、ちょっとお二人のこともちょっと伺っていきたいなというふうに思っているんですけども、ちなみにお二人はどうしてこのテレビ番組の制作のその現場お仕事にですね、つこうというふうに思ったのか、和田さんからじゃあちょっと伺ってみましょうかね。なんでこの当番企画入社しようと思われたんですか。私はもともとずっとライブの制作というか、ライブって音楽のライブですね。あ、そうです。音楽のライブの、制作とか運営をやってみたいと思っていて、はい、でもちょうど就活の頃コロナになりまして、ああ、じゃあコロナの走りぐらいの時が就職活動だったんですね。そうですね。なのでライブできなくなるっていうことになって、それに就職したら大変かもしれないということで、で、うんうん、他に自分のやりたいことを形にできるそういうメディア関係の仕事ってなったら、うん、テレビがいいのかなと思ってテレビの就職を受けたっていう感じです。へえ、
でもまあ一応私もね、その新聞記者の端くれとしてまあやってたんで、テレビ番組のですね、まあ、カメラマンとか亀足さんとかカメラアシスタントさんとか、まあ、見てましたけども、まあ、記者でよかったなって思うこと多数ですよ、うん、それこそテレビ制作会社の AD さんなんて、まあね、まあ、今はね、まあ、きっと東販企画さんでも職場環境は改善されてると思うんですけども、はい、僕が、まあ、それこそ記者に、ね、成り立てのまあ20年近く前なんていうのはですね、まあまあね、まあ、ひどい労働環境だったかと思うんですけど、なんかそういうことってなかったですか？ AD かみたいな、大丈夫かなみたいな不安はなかったですか？いや、ありました。なんか帰れないとか、うん、すごい労働時間だろうとか、まあ、怖い、ね、怖い、まあ、走りですよね、はい、うん、怖いイメージとかはすごいあったんですけど、それよりもなんか自分の企画したなんかものをやれるっていう楽しみの方があって、うん、どんだけ怒られても心折れないようにしようって思って入社したんですけど、はい、まあ、ちょっとうまくはいかない心折れる時も多々ありました。多々ありますよね、はい、まあ、しょうがないですよね、はい、そればっかりはね。この企画もあの、あ、 YouTube もまだ初ではあるので、うん、そうですよね、みんなで直しはしましたけど、ね、うん、で、あと今もですね、あの結構いろんな企画書、まあ、テレビにしろテレビじゃないものにしろまた出してくれてるんで、いや本当ありがたい、はい、でもこれ超ヒット企画じゃないですか、 YouTube のね。いや、おかげさまでというか、それこそテレビ番組の、まあ、制作会社系 の、 その YouTube 番組としたらもう多分指折りの番組に成長しているんじゃないですか、うん、嬉しいですすごいなって思いますよ。で、あの島崎さんは、あ、僕はですね、うん、大学の時にサークルで映画を作ってまして、はいはい、映画サークル、はい、で、そのサークルに入るまでは全然なんていうかそういうものづくりというか、なんか自分の何かを表現するみたいなのってやってこなかったんですけど、うん、もう大学ってめちゃくちゃ面白くて、うん、あれもうこれでなんか仕事できたらいいなっていうのはすごい思ってまして、でただちょっとそれで、あ、テレビにしてみようかなというふうに思って、制作会社選びましたね。どうでしたか、実際に入ってみて制作会社。僕は自分で向いてるなと思いました、うん、なんというかやっぱりいろん、元僕あの情報番組やってたんですけど、うん、本当にいろんな普段会えない方とは会えるんですよ。で、その方たちの面白い話聞けたりだとか、まあ、テレビに、する前の素材段階で僕めちゃくちゃなんていうか取材段階で楽しめたんで、うんうんうん、でそれをさらに編集して面白くできるっていうのは、まあ、いい仕事だなっていうふうに思いますね。うん、和田さんもそういったやりがいみたいなのっていうのはどういったところに感じたりするんですか？私もその普段普通に多分この仕事に就かなかったら興味持ってなかったこととか行ったことがないところとかに行けるっていうのが面白いというか、なんか良かったなと思っていて、うん、もちろんその五郎さんのお話もこの職に就いてなかったらその直接聞くこともなかったかもしれないし、うん、普段入れないところに入れてもらえたりするっていうのは、うんうん、なんか何ですかね、人生のなんか深みが出るというか、うん、そうですよね、はい、ありがたいなって思います。まあ、制作会社もそうですし、まあ、記者もね、もうなかなか人が見れないとこ入れないとこに入っていけるので、うん、まあ、そういった魅力や楽しみっていうのはやりがいっていうのはありますよね、はい、うん、だいたい AD っていうのは何年ぐらいやったら卒業できるもんなんですか？いや厳密には決まってないんですけど、うん、やっぱりなんか自分で企画を出したり通したりしていくと、まあ、自分で出したものって、まあ、和田もそうですけど今編集やったりとかアイデア出したりとかしてるんで、まあ、そうなるとなんていうかふわーっとだんだんなってくっていうパターンも多いです。並行して AD と D を並行してやったりとか、うちの会社の場合はですけど、で、まあ、会社によってはじゃあ今日からディレクターだっていう場合もあるんですけど、うん、で和田は
もう2年目からもディレクター仕事みたいなこともやり始めてはいるって感じですね。まだ亜生さんとの仕事やりつつなんですけど。和田さんってちなみに今仕事を始めてから何年ぐらいになるんですか？3年目ですね、うん、3年目、はい、2年半ぐらいになるってことなのかな。そうですね、うん、どうですか、楽しいですか？面接みたいになりますいや、そうですね、なんか何回も辞めたいとは思ってここまで来ましたけど、うん、今はなんかすごい皆さんにも恵まれて、うん、楽しくやっておりますもう なくてはならない存在なので、まあ、そうですよね、うん、でもまあ辞めたくなるっていうのはありますよね、うんうん、多分島崎さんとかも、うん、ありますよ、はい、僕もありますよ数えたらキリがない、そう、うん、やめようかなと思って、うん、いやでも本当今制作会社選ぶ人、まあ、テレビ選ぶ人って減ってると思うんですけど、うん、僕ちょっと やりがいとして言いたいのが、まあ、僕ら特に東販企画って、まあ、このチャンネルは五郎さんが基本は調べてくれてやってるんで台本はないんですけど、基本は東販企画はいろんな番組ディレクターが自分で台本を書いたりするんですね、うん、で、まあ、一般の方たち台本あるって聞くと、まあ、ドラマみたいに全部筋書き通りなのかとか、なんかやらせじゃないかとかって思われるかもしれないんですけど、まあ、そうじゃなくて、なんていうか、制作が仕掛けたいものですとか、まあ、一般の方とかいろんな人と関わる中で絶対に出したいものとかあるじゃないですか。だからそういうのを全部きちんと出して、この台本の流れでやれば面白いものができるっていう、まあ、責任として台本を書くっていう感じなんですけど、うん、その台本があってもやっぱディレクターの想定を超えるんですよ毎回大抵は、うんうんうん、それは演者さんの力だとか、まあ、偶発的なものだとか、まあ、いろんな環境が合わさって台本を飛び越えてくれるんですけど、それがめちゃくちゃ面白くてですね、うん、だから五郎さんなんかもきっとブラブラで台本にないお話がポンって出したり、おぎやはぎさんがあこんな面白いボケするんだみたいなこともあると思うんですけど、うん、それって他の仕事なかなか味わえないというか、うん、僕も他の仕事やってないから分かんないですけど、普通想定以外のこと起こったら困るじゃないですか、うんうん、大抵のお仕事って、うんうんうん、だけど僕らって想定外のことが起こって楽しいというか、うん、気持ちいいっていうのってめったにない経験だと思うんですよね、うん、だからぜひそういう経験をしたい人は制作会社とか選んでいただきたいって僕は思います。なんか就職活動なんか放送みたいになっちゃうそれであと今後のですね、ちょっと目標みたいなところも伺っていきたいんですけども、どうですかお二人にとって、まあ、今後この番組どういうふうに育てていきたいみたいなっていうのはございますか？そうですね、これ五郎さんとも相談してなんですけども、うん、もちろん美術は続けつつ、五郎さんって美術以外の知識もいろいろある方なので、そうですね、時計とかですね、はい、そうなんですよ、うん、なんでそちらもいずれはやっていきたいかなとは思っています、うんうん、はい、和田さんはいかがですか、チャレンジしたいこととか。五郎さんと美術館とか、うん、のロケに行ったりとか、ロケ、ね、はい、あとなんかイベントとか してみたいなって思います。イベントはいいですね、はい、うん、ぜひ僕も参加しますよ。ありがとうございます。ゴロワーズの皆さんとちょっと会ってみたいっていうのもありますね、はい、うんうん、ゴロさんもう歌わないのかなっていうのがですねまあ僕にとってはなんかこうなんかゴロさんまた歌ってほしいなって思ったりもするんですけれども、うん、でもあれなんですよ、さっき批判ありがたいって言ったんですけど、うん、歌が一番批判多いかもね普通って言えばまあ確かにまあ数字を見ていると、まあ、歌だけねちょっと桁が一つ違うぐらいの再生回数になってたなっていう記憶はありますけれども、なんか僕はね五郎さんの歌が染みる時があってですね、いいなって僕もわかります。そんな超美声じゃないんだけどなんか、うん、ああいいなっていう実はですね歌の回なんですけど、うん、実は収録してるのもっとあるんですけど、五郎さんがごめんボツにっていうのが
確か2本あるんだ。あ、そうなんですか。もう自分の中でちょっと許せないみたいな、はい、これはいやちょっとこれ出せないっていうのがあったりするんで、うん、もうちょっと五郎さんにリクエストしてみようか。そうですね、時々コメントでも歌わないんですか、うん、みたいな。あ、そうですよね、はい、いただきます。はい、まあ、そういうこともちょっと期待して、いたいと思いますので、はい、ありがとうございます。と、大人の教養講座では書籍がですね新しく発売されたということで、はい、まあ、今日8月31日たまたま偶然ですけども今日発売ということで、和田さんご紹介していただけますか。はい、この書籍は2021年度に公開された動画をメインで、うん、五郎さんが全部まとめて書いてくださっているんですけれども、はい、本の名前は何？あ、すいません。本の名前なんですか？世界一やばい西洋絵画の見方入門。入門ですね。はい、山田五郎大人の教養講座世界一やばい西洋絵画の見方入門、宝島社から出てる本ですね。はい。はい、こちらが2021年の、うん、2021年の動画をメインに五郎さんがまとめてくださっているんですけれども、うん、はい、年表とか人の相関図とかも書いてくださっていて、うん、はい、であと各動画に飛べる QR コードなどもついているので、はい、動画を見る前にこれを見たいなって思ってその動画に飛んでもらってもいいですし、うん、見ながらこの本を見てもいいですし、うんうん、見た後に、復習として見ることもできるような本になってます。なるほど。ちなみにどういった画家の人が紹介されてるんですか。ですね、ブリューゲル。ブリューゲル、はい、いきなりまたシュールなところから紹介 し始めましたね。ブリューゲル好きなんですよね、はい、アルチンボルドとか本当に動画でやったやつ、うん、はい、うん、クラーナハとか、うんうん、カラバッチョとか、カラバッチョ、ね、レンブラントとか、うんうん、フラゴナールとかゴヤとか、うんうん、とにかくいっぱい載ってます。ざっくり。本当リクエスト、視聴者の方からのリクエストで時系列順に見たいっていうのはすごいありまして、うん、確かにね、はい、うん、その方がより美術史としては、うん、分かりやすいっていうことで、まあ、今回そういうまとめ方になっているという感じですね、うんうん、そうですね。あと、まあ、先ほど和田さんからも説明ありましたけどその画家同士のその相関図、まあ、どういった関係があったのかっていうのも、はい、うん、まあ、聞くとですねへえそうなんだっていう感じで勉強になりますよね、はい、うん、和田さんこの本はおいくらで書店でお買い求めいただけるんですか。税込み1760円ではい購入いただきまして、うん、Amazon とか、書店とか、うん、セブンイレブンとかでも買えるそうなので、うんうん、ぜひお手に取ってみてください、はい、で、まあ、これも動画の中で五郎さんおっしゃってましたけどももう締め切りがですねかなりなんかこう殺人的な締め切りスケジュールで、はい、っていうのをぼやいてましたよね、うん、まあ、この五郎さん この努力と苦労の結晶がここに詰め込まれてますので、はい、人涙の皆さんもよろしかったらお手に取っていただければと思います。なんか和田さん言い足りないこととか。ゴロワーズの方たちへの感謝みたいな。あ、もういつも見てくださってコメントをくださってありがとうございます。これからも楽しく見ていただけたらと思います。はい、今日はですね YouTube 山田五郎大人の教養講座よりですね島崎さんと和田さんのお二人にご出演いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、いかがでしたでしょうか。番組初のゲストということでお届けしました。今回のインタビューはですね読売新聞が運営するアート系情報サイト美術展ナビにもですね要約版という形になるとは思いますけれどもポッドキャストと同日にですね記事を配信しています。よかったらですねそちらで記事もご覧いただけると嬉しいなと思っています。読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話では番組リスナーからのご意見ご感想を募集しています。聞いてみたい記者の話、ニュース解説、番組に呼んでほしいゲストの方などなどポッドキャストの概要欄の投稿フォームからお気軽にお寄せください。それではまた次回、お相手は読売新聞山根でした。